コメンテータータをご紹介します日本経済新聞の秋田博さんんんですすこんばんはよろししくお願いします、はいえー、さてあの今ご覧いただいた VTR の中にもありましたけれども今月4日アメリカのペンス副大統領がワシントンのシンクタンクで行った中国に対する政権の姿勢と題した講演をきっかけにもう一気にです、ね、米中間の対立というのが今までなんとなくこう、はい、貿易であの牽制し合っているような感じがありましたけれど。はい 一気に何かこう可視化されたといいますかこう見える化されたというような感じがありますね,すねこれまでもやもやとしていたその対中警戒感をまあ一挙にペンス副大統領の演説で集大成して一度出したというような演説だったと思います、はい、で実際にあのメディアをがどう捉えたかなんですが、はいえー、特にどれに注目していらっしゃいますか。やはりまあこの 環球時報、はい、これは共産党機関紙の人民日報系列の新聞ですが、えー、中国もアメリカは単なる貿易摩擦とか南シナ海とか個々の問題を捉えているのではなくて、うんね、新冷戦にしかを仕掛けてきているというか新冷戦に入りつつあるという認識を抱いているということだと思いますね。 こちらはこう一つの,その現象を捉えてますよね、はい、FP0 とか、うね、ロイタつとも通信社ですので、ね、ニュースワイヤーサービス、ニュースをちぎって投げる通信社なんで、こういうふうな断片を欲してますが、ね、まあこれがある意味では皮肉にも本質をついた <laughs> え報道になっているのかなというふうに思いますまあただ、当事者ということでいえば、ね、ねはい、あの分析も当然入ってるんでしょうからね。はいはい であの各国のメディアがこういうふうに捉えて見出しで報道したわけですが秋田さんはこれののととなったその演説自体をはい、はい、ペンス副大統領にうっと思い出したのは、うんはい、これ一つ目の民主主義に干渉していると、まあ、さらに言うと内政干渉しているということを、えー、決めつけたというのは今までにない発言だと思います。はい、他の部分は えこれまでもさまざまな局面で行ってきている、はい、まあただ、この言い方がきついですね、はい、自国民を抑圧する方向に180度転換したとか、ですね、うん、あとこの借金付け外交、これは一帯一路のことを言ってますけれども、えー、こういうふうにもう断定するとか、うん、えここら辺はレトリックは強いですけれども、うん、項目としてはやっぱりこ,これですね、内政干渉しているこれ自国民と。いうののは中国のあ これはそうだと新疆ウイグル自治区における、はいえー、ウイグル族のへの,その抑圧というのがずいぶん話題になっていますけれどもそのことを言ってんだと思いだ思ます、ね、なるほど今回です、ね、トランプさんではなくて、はい、ペンス副大統領の発言だけどこの点はどんなふうに普通、まあ、ペンスさんはここにもありますように<あ>非常に、えー、保守的な基盤を出ていますから、うんえー、一見しますとペンスさんだから こういう強いことを言っているというふうにも思いがちですけれどもそうではないと、えー、事実上、これはアメリカ政府のオールアメリカの演説であったというふうに思います。で副大統領ですけれども、まあ、トランプさんはどちらかというとこういう政策演説をあまりこうきちんとやるのが得意というか好きではないと思うので事実上、政権を代表したカチッとした政権演説を副大統領がしたと。で典型的にこういうい演説をするときは 国防総省、国務省そして、商務省、財務省、まあ、各省庁が何回もインターエージェンシープロセスと言いますけれども、ねはい、日本で言えば関係省庁会議を何度もやってそしてこの演説を決めたんだと思いますねじゃあもう皆さんでブレストして、はい、もう皆さんの総意で、はい、あのペンさんがここうういうことをおっっしゃった最後にペンスさんの側近が、はいえー、レトリックの味付けはしたと思うんですね、うん、180を転換したとかそういう言い方は味付けしてますけれども、うん、骨組みは 政権の中で揉みに揉んで出来上がった骨格だと思いますインパクトはトランプさんがやってるとね、またやってるらって感じですけど、はい、ペンさんがやったことによってね、ねなんかちょっと次元が上がったっていうか、うね、ハードル上がった感じはありますよね、えー、ペンスさんはトランプさんのように、こうトランプ節みたいなのをですね、うん、なんか言う人では全くありませんから、ね、まあこれも政権の、えー、対中感をそのまま、こうなんだよというのを正式に表明したと。 あとタイミングなんですけどね、はい、まあ11月の G20 でもしかしたら米中首脳会談かもしれないと、はいはい、でなぜ今、このタイミングでペンスさん、これ出してきたんでしもともと、えー、この対中警戒感というのは、はいえー、オバマ政権の時からも続いてあったものだと思います。ですが、きっかけは中国の去年の共産党大会での決定ですね、うんえー、これですね、はいえー、こういう目標を掲げました。 共産党大会というのは五年に一回の大会で、まあ事実上ここで決めるということは憲法に書き込むに等しい目標なわけですね。で具体的にあの今のご質問のなぜこういうことを今アメリカが言い出したかというきっかけはこの二つにあると思いますね。一つは二千四十九年までにまあこうちょっとこれだけ見ると何言ってんだかわかりませんけれども、はい、要するにアメリカに対抗するかアメリカをしのぐ 軍事経済政治大国になると、うん、でその手前として、うん、とりあえずここも分かりづらい言い方になってますけれども、うん、経済面でアメリカに張り合えるように2035年にまでになるというこの目標を掲げたわけですねいずれもアメリカに対峙する目標で,ですはい、だと思いますあとその間に2025年にメイド・イン・ありますこのチャイナというものをも相当アメリカを刺激してましたよね そういったものが、これが去年の秋ですね。そこからずっとこう中国は自分たちをこう英語で言うとリプレースなんと取って代わるアメリカに、うんはい、つもりなんだという意識がアメリカにあってそれがサイバーとか南シナ海とか、はい、そしてまあトランプさんは非常にこう赤字の問題からサイバーで技術を取,取ることまでされているのかというようなこう。 怒りがですね、すてこう集中して一つの対中政策に凝縮されつつあるということだと思います。それがあの怒りなんでしょうか、それともその中国があの限りなくこうアメリカの経済力にこうまあ派遣ですよね、派遣争いにまあもしかするとこう本当にあの対峙するような存在になり得るのかっていうこう焦燥感みたいなものっていうのはアメリカにあるんですか。あそちらだと思いますね。あの国というのは人間がそうであるように、はい。 DNA があるし、はい、ある意味では生存本能というのは人間になるように国家にもあると思うんですよね。はいうん、で特にアメリカのようにナンバーワンでずっとい続けた国はナンバーツーが追い上げてくると、えー、やっぱ生存本能というのが発揮されて、はいえー、当然ナンバーツーをできるだけこう押し付けて自分たちが、えー、取って代られないようにすると、はい、で実際に GDP で見てもまあここまで来ていると。ただですね、うん GDP だけで見た場合日本もです、ね、かつて80年代にアメリカの GDP に肉薄しましたけれども経済だけであればある意味で経済協力相手としてプラスな面もあるわけですが、うん、え中国はそれだけではなくて軍事面そして政治、えー、力さらにはあの国家モデル、えー、民主主義とは違う国家モデルでさえアメリカを こう取って変わろうと、えーえー、ある意味で異質な巨大な国というイメージがあると思いますので、えーえー、それにこれが相まって、えー、対中感が非常にこう険しくなってきているというか、まあ、生存本能が刺激されていいるという,う、ねあのえー、習近平さんもおっしゃったあの国家資本主義のようなそういう表現なさいましたよねはい、はい、あの時からこう「ん?」 でまあ全然違う仕組みなんですよ、ねえー、グローバリズムをむしろアメリカに代わって中国が、はい、あのこれからどん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 推進していくのかなというのはありましたもん、ねはい、でそれで冗談な、まあ、大風呂式だと思っていたんですね、はい、当初は共産党大会の決定なんていうのは大風呂式であると。うん、と,ところ一帯一路という名のもとにジブチに、えー、初めての,国際あの海外組基地を作ったりものすごい勢いでインフラ投資をいろんなところにしてますよね。うんはい だからこれは大風呂敷ではなくて本気なんだということを、はいえー、アメリカは感じているんではないでしょうかそして秋田さんがまとめていただいた今後の米中関係の注目ポイントはこちらですね貿易戦争がどうなるかとあと具体的には北朝鮮、南シナ海問題ですね貿易戦争は貿易戦争はこれに貿易戦争と書いてありますがもうすでに皆さんもお分かりのように、えー アメリカは中国がナンバーワンになるのをできるだけ阻止したいとその上でやってることですから別に貿易対米貿易赤字が減ったからといってやまるもでではないと思うんですね実際にアメリカがかけている2000億ドルの関税対中制裁関税はそのうち1500億ドル分1600億ドルぐらいはですね301条という法律に基づいて発動しているわけですがこれは 貿易赤字をを減らせとということを言ってはいません言ってるのは知的所有権の侵害とか、うん、あとは中国がやっているあのハイテク産,産業政策2025を問題視しているわけで、えー、そういういわばハイテク強国になってさらにそれを軍事力に転嫁することをやめさせたいということですから米中覇権争いが激しくなれば、まあ、貿易という戦争に名を借りた、えー、通称戦争というか覇権、うん、争いが 激しくな,るなるで当然この北朝鮮問題では今まで協力してましたけれども、うんえー、非核化ということでは米中は一致してますが、えー、やはり北朝鮮が、えー、非核化もしもですね非核化交渉が米中主導で進んで北朝鮮がまかり間違って親、うんえー、米国になっちゃって、うん、でアメリカ大使館が将来あそこにできるということは非核化はいいけれども中国から見ると米中関係が悪くなれば お隣がそういうことになるのは望みませんので非核化ということを言いながらも米朝交渉をできるだけ遅らせる邪魔,邪魔はしないんですけれどもゆっくり進ませるということを言うと思いますね。 でもそのアメリカが北朝鮮に圧力をかけ続けるためにはどうしても中国の協力が必要なわけですよね、北,ねはい、北朝鮮に圧力をかけるために。そういう意味では中国を突き放すだけでは北朝鮮問題、えー、アメリカにとっては非常に難しになりますか,です、ね、えですから、えー、そこは、えー、ま,ずまずはこれまでの構造は中国に頼らなければ 北朝鮮に圧力をかけられないし北朝鮮と話もできないような状態だったわけですね、それをもうトランプとキム・ジョンウンさんが一度、えー、も会えるような状態にして中国に頼らなくても交渉できる体制に今、持っていったと、ただ最後のところは9割以上の貿易を頼っている中国が蛇口を閉めなければできませんからだからこういうようなところで圧力をかけて協力を多分迫っていくるんじゃないですかね。えーえー こちらは分かりました、はい、しかしながらあのやっぱり気になるのはあの、はい、日本ですよね、はい、今、日本の立ち位置というのが非常にあの、はい、センシティブでもありかつ出番でもあり、はい、というような状態になっていると思うんですけどあの米中の対立が深まる中に来週26日、はい、安倍総理とが訪中して、はい、そして米中首脳会談が行われますが、はい、どういう立ち位置で日本は望めばいいんでしょうね。えー、まず大きな,な、えー 図図柄ででうと、はい、これまでにない構図に日本はこれまで日本が心配してきたのですこのの構図の中七72年にニクソンさんが日本に何も言わないで直前に行った,行ったまま、えー、何もほとんど言わないで中国訪中して米中,米中国交正常化しました98年にはクリントン大統領が日本に立ち寄りもせずに、うんえー、中国に行って、えー、10日近く滞在しました。 ジャパンパンンッシングと呼ばれましたね常にこの両者が結びついて日本が外されるということが心配だったわけです、はい、ところが今初めてある意味では天安門事件89年の天安門事件の時もちょっとそういうふうになりましたけれども、はい、ある意味では初めてこの米中がガチンコの冷戦に近いような状態になり、うん、日本は当然同盟国ですから、えー、こっちにいるわけですが隣国である中国とも関係をえー 極度に悪化させるわけにもいかず板挟みになるというような状況が初めて生まれているとその中で安倍さんが7年ぶりに日本の首相として単独訪中するというのが今度の出来事だと、うんうん、日本がどういうふうな立ち位置になるかって例えば一帯一路構想なんで、ねはい、中国が巻き込みたくてしょうがないわけですね,ですね日本を化しようと ただどういうい関わり方をすするののがベストの市内なんですかね,そうですねまず日本はアメリカの付属物ではありませんから、うん、日本にとって何が大事かということを当然当たり前のことですけど考えなきゃいけないわけですね。でそれはまずは日本の立ち位置は日中が緊張をはらむような、まあ、尖閣は緊張をはらんでますけど、うん、戦争にもなりかねないような緊張関係というのは まず解消しなければいけないと思うんですね、うん、でここでもしも仮に紛争が起きればアメリカも安保条約で巻き込まれるわけですから、はい、立ち位置としてはまずこの緊張紛争を防止するような、えー、危機メカミニズムですとか、えー、あと首脳対話ができないような状態を解消するというようなことは大事だと思いますうん、うん、でこれはこっちも許容範囲だと思うんですよ、ね、それをまず一つやるとただトリッキーなのは そ,のそれある意味ではマイナスをゼロにするということですからトリッキーなのはここからプラスに持っていくという要素を今度の訪中ははらんでいることですよね。それが一帯一路への協力と日本は言いませんけれども海外で第三国で日中がインフラ事業に協力するという合意を多分します。それははあるる意味ではアメリカが非常にこう警戒してい一一の インフラに協力するというふうにも受け取られかねないので、うんうん、そこが一つトリッキーな難しい例えば民間企業ベースでやるんだよみたいな形である程度政府が距離を置くとかですねそういうような、えー、まず大事なことは日本は一帯一路に協力するんじゃないんだと、うん、中国がやってるインフラのうち透明性が高くてみんなが必要としているみんなが必要としている、うん、このアメリカも使えるそういうものに限って協力するという立場を明確に する必要がありますし、まあ安倍さんは多分そう言うと思うんです、ねうん。それはある意味、これからアメリカと日本が貿易交渉していく中でのカードにもなり得ま、ね。まあ、そうですね。アメリカたちが中国とどこまで仲良くするか。そうですね。だからもう全くそれをやらないで。アメリカに追随しても、多分バーゲニングパインになりませんので。ええー、みんなが納得するような形で、非常に重要なインフラについては、日本の質の高いインフラをしゅ。 主主導しインフラポジションを主導して、そこうにう中国を引き込むと、うん、その代わり、えー、基本的な安全保障問題とか、えー、防衛協力などでは、よりこっちを強めていくという、両方や,やることで、なんとかこうバランスを取るということが必要になってくるんじゃないでしょうか米中の覇けの中で、日本も一つの大きな役割を担っていくというポジションに立ちたいですよね、うん、そ,そうならなきゃいけないという、はい、局面だと思います。ね、はい どうもありがとうございました。